仲間との絆を深めるために、水戸市立石川中学校2年菊池陸人。僕は中学校の野球部に入っています。同じ小学校の友達や先輩と野球をやっています。野球部に入って2年、最近思うことがあります。それは練習や試合の時にお互いの声かけがとても大切であるということです。土曜日の練習の時です。仲間がミスをしてしまった人に対し、何ミスしてんだよという仲間がいました。僕も言われたことがあったので、言われた人の気持ちがどんな風になるかすぐ分かることができました。僕はどんまんどんまい、次からミスしないように切り替えていこうと、ミスをしてしまった人に声をかけていました。ミスをしてしまった仲間が一番きついと思ったからです。そのように考えられるのは、僕自身が経験したあることがきっかけとなっています。以前中学1年生の時、いつものように野球の練習中、何度もミスをしてしまった仲間に対して、なんで簡単なことでミスするんだよと、切り替えのところが僕は仲間が傷ついてしまう発言をしてしまい、そしてその夜電話がかかってきました。なんであんな発言するんだよ、リクだって言われたら嫌なんじゃないのかと、心が痛くなりながら声を細々と話してきました。その友達と僕は幼稚園の時からずっと一緒で、このように言われたのは初めてでびっくりしてしまいました。そして何も言い返すことができなく、ただ謝罪することしかできませんでした。そして自分がしたことがどれだけひどく、仲間がどんだけ傷ついたかと改めて分かり、その時涙がポロポロ出てきました。仲間ともども落ち着き話ができるようになった時、これからあんな言い方はやめてなと言われて、僕はごめんね、嫌な思いをさせてしまって、気をつけてこれから行くからと言って仲直りをしました。そんな経験のおかげで、仲間がエラーやミスをしても仲間に対して責めるのではなく、相手が気持ちを切り替え、次のプレーに気持ちよく行けるような声かけができるようになりました。そして仲直りした仲間といい関係で、学校や部活でも付き合うことができています。仲間、友達との絆は言葉一つで深まることもあれば、相手が傷ついてしまう場合もあるのです。そのことを気づかせてくれた仲間を大切にしていきたいと思います。そしてこれから僕にできること、それは学校でも部活をしている時も、普段の生活の中でも、相手に言ったらダメ、自分が言われたら嫌だと思って仲間と話していきたいと思います。僕もまだまだ完璧ではないですが、前のように間違いをしないよう、日頃の生活でも気をつけ、友達との絆を深めていき、声を掛け合って、これからの部活も頑張っていきたいと思います。